雲神。長い年月を経た鬼物には魂が宿り、やがて変化する能力を得るという。リュックの中身から帯が消えてたしね。帯のつくも神と考えるのが普通でしょ。いかにも木々の爪かけ本つづれ袋帯綾桜、そのつくも神キリハじゃ。近石千里と申します。この不可思議な状況は天そぎによるものだと、そういうことですね。鏡風はここか。うわー、黒曜さん、わざとじゃないんです。白山冥利大権現、くくり姫の狼にて荒らせられる。正気か、くくり。うん、一緒に戦おう。鏡和也は裾払いを引き受けます。活躍大いに期待していますよ。ワイの真意が衰えて難儀しとるところに、うってつけのつぐもも使いやからな。刀のつぐもも、名はスメラギスナオ。裾払いだ。鏡和也、お前に決闘を申し込め。はぁ、やつらに借りを返してやるぞ、和也。うん、ツグモモは大切なパートナーだ。道具と言い捨てる素直さんには負けられない。幼い頃から自分を鍛えて鍛えて鍛え抜いてきた。なのにあいつは。僕頑張るよ。勝負にも勝ち、キリハさんも守れ。今日はみんなに新しいクラスメートを紹介します。オービナキリハじゃ。よろしく。